さあジュニア選抜、こちらは埼玉栄高校の3年生です。加藤優斗、加藤良平の弟です。はい、ここ3回半ひねりから前中半分ひねり、まあ、お兄ちゃんの、良平選手よりも、まあ、大きくてスマートな印象ですよね。身長は168センチあります。少し体型は違うんですが、やはり、まあ、床2人とも強いという部分もあるでしょうか。はい、まあ、どちらも、ひねりが非常に得意で、しかも着地まで綺麗にまとめますよね。前中のダブルもただね、少し2つ前にありました。はい、このジュニア選抜の選手たちにとってはこうした大舞台、オープン参加ではあるんですが、はい、緊張感を体験できるというのは今後に対して大きいですよね。そうですね、やはりここで、まあ、しのぎを削って社会人、あるいは大学生に勝ったというのは彼らにとっては非常に大きな、まあ、自信にもなります、経験にもなると思います。はい、あと優斗の床の演技、最後は3回ひねり15点台が出ました。 15.050 という得点が出ています。